アジア大会男子サッカー韓国代表がマルチゴールを決めたイスウーの活躍で決勝行きを決めた。キム・ハクボム監督率いる韓国は29日、インドネシアのパカンサリステディウムで行われたベトナムとのアジア大会2018ジャカルタ準決勝で、イスウーとファンウィジョのリレーゴールで3位1勝利を飾り、決勝に進んだ。 パクハンソ監督のベトナムを対戦した韓国は前方にファンウィジョ、ソン・フンミン、イズ・ウウ、ファン・ヒチャンの海外組を総出場させた。試合開始からベトナムは守備に徹底したが、韓国は前半7分に先制点を挙げた。一方、韓国は1日、日本と金メダルをかけて激突する。